ロッテシティホテル、金市町ロッテシティホテル金市町は、日本の成果事業者、ロッテのグループ会社である、株式会社、ロッテシティホテルが運営する東京都墨田区所在のホテル。本校では、ホテル併設の複合商業施設、ロッテシティ及び、全身のロッテ会館についても記述する。当ホテルは、九百七十年に、国鉄金市町駅北口に複合商業施設として、 開館し2007年に老朽化のため閉鎖された旧ロッテ会館の跡地に建設され2010年4月6日にオープンとなった運営は当初はロッテに設置されたホテル事業部が行っていたが2019年にロッテホテル事業部から分社化されたロッテシティホテルへ移管された全館禁煙。ビルの8階から19階がホテル棟となっており2012年完成の 東京スカイツリーに資金であることがセールスポイントになっている。特徴的な部屋としてスカイツリーと東京タワーを一度に眺望できる部屋や部屋全体がコアラのマーチのデザインで飾られたコアラのマーチルーム、女性専用ルームなどが用意されている。運営会社であるロッテシティホテルの本社はロッテ本社と同じ新宿区西新宿に置かれているがホテル事業部は ロッテシティホテル禁止町内に置かれている。なお、韓国とウズベキスタンに所在するロッテシティホテルは、韓国のロッテホテルによる運営である。ビルの1階から7階までが、複合商業施設、ロッテシティとなっている。開業日は、ホテルのオープンと同日である。前身となるロッテ開館は、1970年6月23日に、 ロッテ直営の結婚式場及びバッティングセンターや、ボーリング場、ゲームセンター、ビアガーデンなどを併設する複合レジャー施設として、国鉄禁止町駅前にオープン。1982年には、運営部門が株式会社、ロッテ会館として分社化され、ビルの名称がロッテプラザに改められている。老朽化に伴う建て替えのため、2007年6月30日に閉館と、 なったロッテ会館に関するカテゴリ、ロッテシティに関するカテゴリ、ロッテシティホテルに関するカテゴリ。ありがとうございます。